はい、どうも、トモヤテニスチャンネルの MJ です。今日は両手バックハンドの、サイドにボールが来て、まあ、少し高い打点で捉えれる時のカウンターショットっていうのを、まあ、ちょっとやっていきたいと思います。で、ポイントとしては、カウンターショットなんで、体のバランスが崩れた状態で打ってしまうと、やっぱボールもこう少しサイドに切れてしまったりしやすいんで、できるだけ体の軸を保っておく、まあ、ちょっとこう体幹とかを意識してもらわないといけないんですけど、まあ、ボールに近づいて、この前両手バックハンドの解説で左足を近づけるって言ったんですが、こういう横に振られてる時っていうのはやっぱり左足を近づける時間がないんで、どうしてもこう遠くに、右足を踏み込むっていう場面が多くなるんですけど、そういう時にそのまま体がこう流れてしまってたら、ボールも一緒にこうちょっとサイドに切れたり流れてしまうんで、できるだけ軸を保つ、できるだけ胸を張った状態でパーンと打っていける。でその打った後もそのまま倒れるんじゃなくて、左足で支える、左足で支える、次の戻る準備をしよう、軸を保ちながらパーン、駒のように右足を軸に駒のように回転する、右足を軸に駒のように回転する、左足で支える、それが次すぐ戻れる準備をしよう。あとは少しボールにカウンターという、カウンターショットなんで、まあ、深さだったり勢いを出したいんで、左手で打ちたい方向に少しボールを押してあげるイメージを、ここでスイングがちっちゃくなってしまうとボールの勢いも出ないし、まあ、ネットしやすい、ゲームになるんで、インパクトしてからここにクロスだったりストレートだったりに左手をこうグーッと長く、ボールを押してあげるイメージを持ってください。で実際にちょっと持ってみます。体がそのまま横にずれてしまった、体の軸を保てずにこのまま行ってしまったパターンですね。戻るのも遅くなるし、ボールのコントロールもできなくなってしまうんで、できるだけ体の軸を保つ、左足で最後打ち終わった後踏ん張る。でもう一つは打った時にちっちゃくなってしまう、左手で押せてない場合ですね。そうなるとボールだと押しても浅くなってしまう、体も浮いてしまうんで、ボールが下に行きやすい、できるだけ重心を保った状態で長く左手を押してあげる。これだけできるだけ体の軸を保つっていうのと、まあ、左手で長く押してあげるっていうのを意識してみてください。